집안 대대로 운영해온 가스집을 물려받은 하루. 젊은 사장인 그는 사업 확장을 위해 새롭게 정수기 사업에 손을 댄 상황입니다. 고치라 나이치 가르키다. 민스노 센세. 우치 뭐 아르시. 고치라노 쇼핀 데시타라 필터가 오키이노데 고칸와 넨니 1회. 코스토티키니모 단젠 오토쿠 데스. 오키나. 다티 우치 고 세마이쇼. 壁掛けにもできますし、あれでしたらホースの延長もできますよ。東京에서정수기전문가까지데리고왔지만성과는변변치못합니다。全然ですよ、萩谷さん。はい。はいじゃないよ。話と違うべ。정수기전문가히로시의말만믿고시작했지만쉽게성과가오르지않자불만을털어놓기시작하는하루。いいですか。お客さんは目黒商会から買うんです。何十年と信頼のある町のガス屋さんだから買うんです。だから売れるんです。そういうものすごい武器を持ってるんですよ。하지만히로시는도쿄사람답게번드르르한변명만늘어놓습니다。そう、何よ。俺らが悪いってのか。いえいえ、そういうことじゃないんです。下古新課長の集金なんすけど、どうします？どうする気も何だよ。コーポサスラーなんすけど。払わなかったら止めれ。やばくないですか？サスラーが悪に合うんでしょう？아내카츠코는친구를만나러간다면서양복을차려입는남편이의심스럽기만합니다。そんな格好じゃなくても。仕事だべ。はい、目黒です。今日はアキラ塾だべ。うん、分かってる。ああ、俺だけど悪い。今日ちょっと無理っぽいんだわ。笹川と会うことになった。すいません。はい。目黒なんですけど。あれ、今日は来てませんけど。まあ1台4万ぐらいなんだけどさ。いくらか引く。考えてやっからよ。緩めて。堅苦しいっつうなお前。결혼과동시에남편이전초와의사이에둔아들아키라의양육까지홀로맡게된카츠코남편에대한불신에다아키라의퉁명스러운태도까지모두그녀의신경을거스릅니다친구사사와가물려받아운영중인호텔에정수기를납품하기위해어렵게말을꺼내는하루하지만진지하게받아들이지않는사사와의태도때문에자존심에괜한상처만입습니다소희야사카츠코도시댄노여바나쿠디이이네스즈さっき電話したんだ。술자리에함께한동기치에코는사실하루와불륜관계를이어가고있습니다。이거네호텔。아누나교수기나를야매래가스영업소를아들에게물려주고겉으로는사업에서손을뗀하루의아버지아나뭐나는야구따준다하지만아직아들이믿었지않은아버지는사사건건그의일에간섭을하고나섭니다난데기매쓰겠다요시에미즈다미즈잠시쉴때미즈못두고미즈ですか이이요이거다까이마오레가샤초빠가고나무노야다근데나중요해민나못두고는이득된다이이끄라야메래
자주사. 아버지와 재혼한 새어머니와의 관계도 여전히 어색한 하루. 하도크. 아키라. 저 아키라 끌고 오늘 텐다から. 근지게 야매래. 뭐 다닌자냐. 세레카. 오라. 술에 취해 집에 돌아온 하루원은 아들 아키라가 팔에 상처를 입은 걸 발견하고. 괜찮아. 그렇게 폭력은 마치 전염병처럼 가족들 사이로 계속 번져나갑니다. 너무 뭐 싫어하네 또 못. 혼나 안 나가고 싶어. こんなもんじゃすまねえ。残念ながらまだ今のところ数字の方は上がっておりません。ですが今はまだ種をまいている時期です。どうか皆さん目黒商会の底力を見せていただきたいと思います。ここなんだけどどうなってる。あ、ここサイズですか。いや無理っすね。全然無理っす。出てこないっすもん。すげえテレビの音はしてるんですけどね。立ち悪いっすよ、本当に。いたんだろ。いや、でもあそこヤクザだから俺いたんだよな。はい。お前なんかもうやめれ。てんちゃん、望遠鏡ってどう書くの？望遠鏡？サンタさんにもらうんだ。うん。違うの？違うよ。そんなのいない。何してんの？今、手空いてますから大丈夫ですから。お母さんには何も聞いてくれないよね、アキラ君は。はい、目黒商会です。千恵子でしょ。いえ、違いますけど。あの、また電話します。직원들이 모두 꺼리는 악질 손님의 수금을 위해 직접 배달에 나선 하루. 왜? 도사? 아. 뭐하는 거야? 여기 숨었다. 왜? 괜찮아? 어? 아래 회의 때 사료가 나가면 시야래. 그렇고, 그러네. 수그라から 待ってて. 하지만 그의 각오와는 달리 어처구니없는 실수를 저지르고 도리어 그 악질 손님의 도움을 받는 한심한 처지가 됩니다. 상처 입은 발을 끌며 사무실에 돌아온 하루. 도시다니스까 아씨. 쓰부시다. 아찌 이나이노. 奥さんは買い物です。アキラは？はい、大丈夫です。하루오가어렸던시절부터이사무실에서일을해온텐짱까지그가처한상황을걱정합니다。アキラ、明日からじいちゃん家行くか。な。
타이탄 시내 전차 운전자인 하기야. 그는 하루 일과를 마무리하던 중 거리에서 낯익은 얼굴을 발견합니다. 오래전 고향을 떠난 후 연락이 끊겨버린 자신의 외아들 히로시. 고향을 찾은 귀성객들로 붐비는 연말의 카이탄 시내. 고마와. 이센노모나이? 외로움을 달래기 위해 밤거리에 나섰던 히로시에게 낯선 여자가 접근합니다. 우리 이마 이쇼이 노모도 가네 못테 나인데. 젠젠? 아, 이치마이다. 스이마센. 네, 쪼또. せっかくだもん飲むだけなら5000ポッキリ と本当ですか本当本当お店のボトルがあるんだから お客さんいくつ? 30 です すぐお兄さんどっから来たの? 東京ですかへえ寒くてびっくりしたっしょええおしっこだって凍っちゃうんだから凍るよねカチカチでもオレンジこっちですからどこさ 우가우라쪽です. 썰렁하던 술집안 분위기는 젊은 남자 손님 히로시로 인해 잠시 들썩이는 듯 보이지만 히로시의 뻣뻣한 태도는 이내 마담의 신경을 거스릅니다. 이この辺は変わんないですね。この辺って昔ばあちゃんも店やってたんで。お姉さんたちみたいな仕事です。 うちらみたい仕事って女の人を雇ってましたあっち側じゃんそれただの飲み屋ってこと俺には関係ないからつまんないやつザラにいるよねあんたみたいなお兄ちゃん気取ったただの田舎者 来てねじゃあねほんとかねほんとかなごめんなさい今日もう終わりですまだいるべやとりあえず酒なはい終わり酒だっつってんだよ終わり何でもいいぞ高くてもいい後で買うぞ俺は買うぞお前だいくらだいくら欲しい帰れいいふりしてんじゃねえよ帰れ買ってやるっつってんだよ帰れってなんだこら帰れっつってんだよ なんだゼロなんだうらありがとうございます8000円でお願いします그렇게 한 해의 마지막 날 밤은 저물고 각자의 삶의 무게를 짊어진 사람들은 새해 첫날 새벽길에서 서로 스치듯 지나칩니다. 이금해.
行くべ。早く早く。いつまでこっちだ？明日。そうか。生きてたな。腹ぼってか、おめえ。うめえうめえ。俺が見てやる。일본최고의문학상인아쿠타가와상후보에다섯번이나올랐지만한번도수상의영예를안지못한채41살의젊은나이에스스로의삶을마감했던비운의작가사토야스시그가한때작가생활을포기하고10년만에고향하코다테로내려가직업훈련소를다니던시절크게달라져버린고향의모습과그도시속사람들을스케치하듯써내려갔던동명의단편소설집은그가세상을떠나고20여년이흐른뒤이영화를통해서다시빛을보게되었고이후그의소설의영화화는계속이어져그곳에서만빛난다 Over the Fence, 너의새는노래할수있어등지금까지총5편의작품이영상으로옮겨졌습니다긴영상시청해주셔서감사합니다변두리였습니다